菅沼光三と辻和也のドラム砲だ第7回まだ数えられない、はい、今まで結構ドラム砲だいろんな話してきたんですけど、うん、ちょっと僕はふと思い浮かんだんですよ。ちょっと YouTuber っぽいことでやろうかなっていう、って言ったって別に構造さんになんかデスソース飲ませるとか構造さんにメントスコーラやらせるとか全部構造さんにやる俺は一切手を汚さないみたいなですけど、あのこれちょっと僕が昔楽器店さんに言われたんですけど、ズバリ言います、はい、予算ゲームということで、あの予算ゲーム、はい、要は例えば予算3万円を使って、うん、こうドラムに役立つグッズだったり、まあ、楽器も含めてですよね、あこう何を買うか、まあ、パックですよね、3万円パックみたいな、ね、なんかねこれを言うと 40、50 代の人しかわからない、うん、あの昔大阪の横山の奥さんが3万円5万円10万円運命の分かれ道、知ってんの知ってる知らんでしょうちの兄貴やってましたよ、やってました、うん、いや昔そんなね大阪の番組があった、だ多分ほとんどの人は分からないと思うんですけど、まあ、本当運命の分かれ道ですよ兄貴は。昔なんか一日店長みたいな仕事がよくあったんですよ、あ楽器店にね、あそんな、ええ、なんか楽しそうですね。たま、ね、ドラム昔叩いてて、うん、そこからヤマハに移籍して、移籍した後も結構ありましたね、うん、どこそこの楽器店とかね、カノープスも行きましたし、面白いですね、それで、あの、うん、楽器店行って展示物のアドバイスするって仕事もあった。ああそれ絶対に。でその時にその今の話題の小僧さん、3万円のセットと5万円のセットと10万円のセット作りたいとか、うんうん、でまあお年玉狙いで1万円と思いました。ああねねねね、うん、ドラム始めた時はまず何買うねんって、まあ前回お届けしたスティックですよね、まず、うん、そうですね、バチがないと打てない、これはさすがに買わないとね。で次スティックケースはお母さんが作るか彼女が作るか買うかです僕はあのビニール袋に入れてました1年ぐらいずっと。ああ俺あのコンビニ袋に入れて歩いてたらあの書かれましたけどね、ツイッターに。嘘マジですかコンビニ袋にスティックを入れて歩くのやめてください嘘でそれスティックだけだったらよかったんだけど、財布も忘れてお金もスティックも入ってて、なんでそこに入れんですかそれを人に見られたごめんなさい、ちょっと分かんない、それ悲しかったですね。どういうことなんですかそれ。あまり何も気にしてないってことですね。あとじゃあ1万円だったらどうします。1万円だったらどうしようかな。でもスティック、まあ、これだからドラム始める人、スターターキット、スターターキットってことですよね。でもやっぱりスティックで、あと僕練習パッドですね。あで練習パッドいろいろあるじゃないですか。で僕が結構おすすめしてるのは、うん、これなんか、お前それだからだろって言われそうなんですけど、うん、ヤマハの練習パッドおすすめしてます、うん、あの音の小さいやつ、黒いやつ、ね、であれなんでかっていうとスタンドもついてくるんですよ、うん、だからあの結構どこでも練習できて、やっぱ最初はちゃんと椅子に座ってちゃんと高さ揃えてやった方がいいと僕は思うんで、それはね僕もそう思いますね。あれは、うん、あの一人で叩く分にはいいんですけど、うん、大勢で叩くと音が消音、結構消音効果があるんで、俺の音どれやねんみたいな、あで、あのついついでかくなっていく、ね、振りとかね、あそうですね、ゴーストノートとか打てないんですよ、ね、うん、聞こえなくなっちゃうとね、うんうん、あのメッシュとかよりはマシですけど、ね、ゴーストノートがとりあえず打てなくなるんで、一人でやってる分にはあのパッドはいいです、うん、言った方がいいんじゃないですか。リアルフィルみたいなタイプのもの、あまああれはエマルジョンゴムっていうね、あれうちのドラム道場に作ってますが、こういう六角形みたいな、うん、あはい、ありますね、ありますね、中国製もあればアメリカ製もありますが、うん、あれエマルジョンゴムはいいですよ。あれいいですね、確かに僕も使ってますけど、ね、あれね、うん、あのまあ日本人って大きいの嫌うんでちっちゃいの買うじゃないですか。ああ僕も大きいのとちっちゃいの両方持ってますね、うん、ソニーエモリーさんとクリニックツアー回ってた時、ソニーが本番前に30分間フルショットでルーディメント叩くのに、うん、大きい練習パッドを用意してて、うん、あれ見て、あやっぱりスネアぐらいの見た感じね、なんて言うんでしょうね、イメージちっちゃいの狙って疲れるよりこれぐらいので伸び伸び叩くのがいいのか。あなるほどね、うん、だから両方やっぱいりますね。やっぱまあ、僕はもうちっちゃいのはもう完全に持ち運び用ですね。あの楽屋とかでパッとできるようにちっちゃいのスティック、うん、練習パッド手違う、あ違う練習パッドファールカップ練習パッド
でスティックケースぐらいで大体1万ぐらい。これで1万ぐらいじゃないですかね。あとメトロノームはだって今時はスマホで、うん、私あります、まあ、そっちです、クリックステーション。あ、僕もクリックステーションです。ヤマハのクリックステーション、あれすごいんですよ、全く同じ音の本当ね、あれね、クリックステーションで、ね、1万以上するのに対してあれ数百円で、そう300円だったかな、ちょっと違ったらテロップ出しておきますけど、うん、いやめちゃくちゃ優秀ですよね、あれいいです、うん、僕を使ってます。これで大体1万ぐらいですかね。 お釣りで飯食いに行ってくださいぐらいですかね。これはほぼもうずっと使っていくものですからね。これはやっぱ何がなくても買うべきですね。東原力也さんの使っているビリーグラッドストーンって、ね、ビリーグラッドストーンって人名なんですよね。この縦振りのこういう手首柔らかくしてこう、はい、グラッドストーンってパッドがあって帽子パッドなんですよ、帽子みたいになってて、縁がねスネアの大きさなんですよ。でもそこは薄いんです、はい、で真ん中だけゴムがこのぐらい厚いんですよ。それがね、うん、この間お会いした、未だに使ってはるんです、あの先生。ほんでもう水滴が垂れて石がこうくぼむようにですよ、うん、練習パッドの真ん中がもう、だからあれ初めて見たの僕17ぐらいの時ですよ。ってことはですよ単純に計算してまあ40年以上ですよね、使ってる練習パッドだから一緒もんですわ。そうですね、削れても使うんなら、はあ、削れても使う、すごいですね。でね、そのまた昔はね、木のね板にねゴム、うん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 、あったでしょ、カチカチ、ありました、水槽学校、うん、あれね僕川瀬勝彦先生に指示してた時ありまして、それで川瀬先生の取材に何十年か前に行った時も、僕が習ってた時の練習台がまだあったんで、あれも一生もんだと思ったんで、うん、練習パッドってひょっとしたら一生もんかも、一生もんかもしれないですね、うん、僕もあのなんだかんだ言ってエース練習パッドは構造さんのプラタパッドですね、プラタパッド、ね、木枠のやつ、そう、あれ今もう中国でしか手に入らないんであれは最高です。3万円だったらどうですか。3万円、運命の分かれ道、そう、この辺からかなって思うんですよね。この辺から使い道が多岐にわたるんじゃないかなみたいな。そう、3万だとね、それもうスティック含めずに、いやもうこのスターターキットが あるありきとして、新たに3万円はねフットペダルですやっぱり、うん、でそれはシングルしか買えないんで、3万だと、うん、もう中古ですよ。あ、なるほどなるほど、それも全然いいですよね、うん、まあ、中国製のツインペダル7000円ぐらいであったりしますけどそれを買うか買わないかはあなた次第です。まあ自分の本当に欲しいやつの中古で、うん、だと絶対5万以下で、確かにそれはいい買い物ですね。マニアックなものを選ばなければですよ、うん、トリックが欲しいなとかDW のあのタイプとか言わなければね、チタンが欲しいとか言わなければ、うん、確かに3万で、あ、無理かな。いやいや、僕はそれ思いつかなかったな。僕は3万円だったら構造さんの DVD と教則買いますけどね。泣いてください、泣いてください。号泣です。ザーッ、ザーッ、ザー、これ5万円になると今度構造さんの CD も入ってきますから。涙でストライクゾーンが見えない。でも3万円だったらそうですね、ペダル、ハードウェアでしょうね。何かしらのやっぱペダルとか。まあやっぱり中古だとライドも買えますよ。あ、僕はね、ハイハットもいけるの。ハイハットね、ジルジャンのね、白抜きのジルジャンの A のねハイハットずっと探してて、 あれね結構ね、うちのね弟子のケチワラとかすっげえ持ってる、白抜きの、あ、なんかね噂で聞きました、前も僕も持ってますけど、言ってました、1万5000円前後、めっちゃいいです、あの時代の70年代か60年代のニュービートハイハットの A とかね、こんな名指しでわっ、これあくまで好みですわ。めっちゃ言いましたね。 K 好きな人もいるけど、うんうん、K はやっぱりどちらかというとロックには、でね、面白いのね、ジャズドラマ、ルイ・ベルソンさんはニュービート、あ、そうですよね、そうですよね、バーデリッチもそうじゃないですか、うん、そうですよね、ニュービートなんです、なぜか、うん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 、そうですよね、うん、映像を見るとそうですよね。で、5万ぐらいになってくるとスネアがいよいよ出てくるのかな。そうですね、でもどうなんですかね、まあ、新品のツインペダルかスネアの、まあ、中古かな、欲しいの5万じゃ買えないでしょ。まあ確かにそうかもしれないですね。ってなると5万ってなると、僕だったら何かな、あ、でも心配あるかな、新品のハイハット、もしくはライド、そうなんですよ、ライドはね、意外と
いいのあります、あの新品で買えるし、うん、でさっき僕中古中古言ってるけど、うちの弟子さんでもね、うちの息子に中古を買わせるんですかみたいな、新品のだから子供には新品のランドセルを背負わせたいのと一緒で、新品で買いたい、あ、ね、そうあるんです。僕ね最初にラディックのスネアをおかんが買ってくれたんですよ、新品で、はい、なんかいい話そうだな、うん、そうなんですよ、なるほどね、売っちゃいましたひでえやつだまあね、今これで、ね、皆さんの1万3万パック考えてみてくださいねって、生活しようと思ったのに、いや一人暮らししてた時ね、10円単位でお金に困ったことがありまして、栄養失調で倒れて川に落ちたことがあるんです。その頃もこのスネアウロカみたいな、まあ、いろんなことがありましたなんだこのお家は、まあ、5万円あったら新品でも中古でもそこそこのもの、まあ買えるのかな、スネアでもハイハット上下でも、うん、ライドシンバルでも、ね、でもねいいと思うんですよね。なんで結構まあなんかね買うってなるとね、こう限りなくこうねもう上げたくなっちゃうんですよね、うん、スネアもペダルも買ってる、まあでも ね、ライブハウスでみんな演奏するときに、うん、自分のセットを持っていかないケースが多いらしいですよ、エンドスが別になければ、うんうん、ない方はね、うんうん、そしたらやっぱりシンバルとペダルとスネアは一点豪華主義で、逆にですよ、うん、スネアが10万円以上とかのやつ今、うんうん、いますよね、うん、僕結構ライブハウス出る人はハイハットもねやっぱりあの自分のこだわり持っていくっていうのも僕全然ありだと思う。ハイハットありますね、なんか、うん、あのファンキーとか僕らぐらいの年のドラマになると自分が音色持ってるって感じで、うん、どれもファンキー強しの音してるし、あのポンタさんなんか面白いのがありました。僕前 あのポンタさんの教則のレビュー書いたんですけど、うん、4時間ぐらいですから、すっげえ長いやつ、うん、あれでおい一番安いドラムセット持ってこいって言われました。ああその DVD 僕持ってます持ってます、はいはい、持ってます叩いたらめっちゃいい音、うん、どう聞いてもポンタサウンドですね。ポンタサウンドだから楽器が音色持ってるじゃなくて人間が持ってる、音色持ってる鳴らし方、うん、さっきのスティックみたいなのじゃないですけども、うん、まあありますが、でもねその楽器の選別ってね今こうね1万人も3万人もやってるけど、うん、すごい大事だと思うんですよ、うん、あのサウンドキャラクターっていうのは楽器を持ってる、うん、それこの人を呼ぶとこういう音が出せるよ、うん、みたいな、うんうん、そしたらねやっぱりね話飛ぶかもしれないけど25ぐらいまでには自分の使う楽器の方向性みたいなのある程度決めんとあかんな、シンバルは俺ジルジャン派かなとか、うんね、まあ、ハイハットだけ別にパイステでもそれは契約なきゃ何でも OK なんですけれども、あのあれですよ、レオン君ね沖縄なんかチャイナシンバルはジルジャン、うん、あとセービアです、あ、まあ、彼はパールの契約もあるんでしょうけど、うんうん、チャイナジルジャンいいなって、そういうなんかなその人を呼べばこの音が出てくるよみたいな方向性、あ、これはすごいいい話ですね、うん、それが前はね30歳40歳になっても決めきれない人もいるでしょうけど、うん、なんか名刺代わりにこいつ呼べばこのサウンドみたいな欲しいところです、うん、なるほど、ということで、結構深い話になりましたけれども、はい、あの皆さんの3万円5万円パックみたいなのがあったらねコメントに書いてくれたら結構面白いかなと思ってますんで、はい、はい、ということで、ドラム砲弾では、質問や、ご意見はあまり求めてないですけどツッコミどころは満載です勝手に僕らの僕らが主観入りすぎ、楽屋で話してるぐらいの話ですからね、うん、ということで何かあれば、概要欄で貼っておきますので、ぜひぜひ、送ってくださいということで、チャンネル登録、高評価の方も、よろしくお願いします。ということでまた会いましょう。それではね、ありがとうございました。バイバイ。うわー。